もう一台のコンピューターにもドロップボックスをダウンロードしておきましょう。ダウンロードしたインストールファイルをダブルクリックします。セキュリティの警告ダイアログが表示されたら実行をクリックしてください。セットアップウィザードが表示されたらインストールをクリックします。すでにアカウントを作成してあるので下段を選択して進みます。 Next をクリックしてください。ドロップボックスにログインする際の E メールアドレスとパスワードを入力します。コンピューターネームは、お使いのコンピューターの名前がすでに入力されています。すべての入力が終わったら、NEXT をクリックしてください。容量は、無料の 2GB を選択します。NEXT をクリックしてください。 セットアップタイプは、ここではテキカルを選択して進みます。インストールをクリックしてください。ドロップボックスをインストールできました。ここでは、スキップツアーをクリックして進みます。フィニッシュをクリックして、セットアップウィザードを閉じます。デスクトップには、ドロップボックスのアイコンが作成され、画面上にドロップボックスのフォルダが表示されました。 ドロップボックスのマイページにアクセスしてステータスを確認してみましょう他のコンピューターにインストールをする工程がコンプリートになっていることが確認できます